はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、小暮です。はい、ということで、今日はですね、今週末7月3日日曜日に、メルパルクホール大阪で行われますプロフェッショナルシュート2022 Volume 4 in 大阪の見どころ紹介ということで、前日にいつも見どころ配信をやってるんですけども、その配信の方ではメインのね、メインとかメインから4つ目とかそれぐらいのカードを、紹介してるんですけども、僕の個人的なこちらのチャンネルではですね、その配信に乗っからないであろうフレッシュなね、試合をちょっと取り上げて見どころを紹介していければなと思います。はい、ということで、動画がね、久々になってしまったんですけど、いや、本当にね、つい最近までは何やってたっていうと、高橋サブミッション選手の、技術動画をずっと編集してて、それがマジでちょっと大変だった。びっくりするぐらい大変で、で、それが、先週末終わって、で、今週は、あれをやってましたね、ツイキャスの選手の QR コード、今回もう人数がもう半端ないんで50枚ぐらい作ったんですよね。選手全員分作ったんで、皆さんの選手の皆さんのお手元に今頃届いてると思うんですけど、試合の告知にぜひ使ってください。使われないと泣いちゃいます僕ね。はい、ということで、やっとねこうやって見どころ動画を撮る時間が作れたっていう感じなんですけども、5日後ですかね、ということでちょっと直前になってしまったんですけども、紹介していきたいと思います。で、第1弾、ね、この試合絶対紹介したかった、宇藤明孝選手 VS 大江雄太選手ですね。これ僕個人的にめちゃくちゃ注目してる、試合なんですよね。はい、でなんでね、注目してるかっていうのは、この試合って、実は2人とも前回、フォースで戦ってる2人なんですよ。戦ってるっていうか、直接対決じゃなくて、同じ大会に出てたっていうだけなんですけど、フォースギグの方に、宇藤選手で、フォースの方に大江選手が出てたわけですけども、僕こう常々ね、地方大会とかね、地方とかね、中央とかもう関係なく、もうね、日本中世界中どこにいても、もう試合見れる環境だし、そのレベルのね差とかっていうのも全然ないですと、もうね地方とか関係ないですっていう話はずっとしてきたと思うんですけど、で今回その四国大会でこう実績を積み上げてきた2人がこう大阪大会サステイン興業でお披露目ですよ。この2人をお披露目するっていうような意味合いもあってですね、僕は非常にこの試合注目していて、皆さんにも紹介したい試合なんですよね。で、この宇藤明孝選手、この選手がもう一部関係者の中でネクストモンスターとね呼ばれてます。はい、すいません、呼ばれてますってネクストモンスターって僕は勝手に言ってるだけですけど、一部界隈の中でもうちょっと次来るよっていう話はよくされるのが宇藤選手なんですよね。でイメージ的には倉本選手、ジャーマン8連発の倉本選手がこうシュートに参戦してこう一気に来た、あの感じを感じるんですよね。で一方、大江選手は、プロ今度6戦、今5戦してて勝ち星がないですよね。でプロ6戦目ということで、宇藤選手は、前回が初戦で TKO 勝利 してる。で今回はプロ2戦目、プロ2戦目とプロ6戦目ということで、ちょっとね、戦歴に差があるかなと思うんですけど、一方の、大江選手はプロ6戦目にして勝ち星がない。で、宇藤選手はプロ2戦目にして、連勝を狙うっていう立場なんですよね。これ戦歴だけで見ると、
あの大江選手の方が戦歴多いんですけど、どっちかというとね、大江選手追われる、追われるじゃなくて、ね、追う立場だと思うんですよ、ね、宇藤選手がやっぱ前回いい勝ち方してるんで、うん、戦歴だと逆になるんですけど、大江選手が、ね、こう追う立場だと思うんですよね、うん、で、まあ、今回はまあ、そのね評判の高い宇藤選手がどういう選手で、で大江選手はどういう選手 で2人はどういう戦いになるのかなっていう、ここが見どころだっていうのを紹介していきたいと思います。で過去のね試合を一緒に見ながらやっていければなと思うんですけども、え、前回話に出ましたけども、あのホースね、四国の大会で2人、出場しておりますので、そこから紹介できればなと思います。まずは宇藤選手ですね。宇藤選手 TKO 勝利でしたね、ナミヘコング選手とやって TKO 勝利だったわけですけども、この辺ですかね。あ、この辺ですね、はい。で、ですね、これね、僕はちょっとメモ書きを出してね、宇藤選手と大江選手を徹底分析ってことで、宇藤選手はまずレスリングベースなんですよね。レスリングベースで、ニータップとか、結構ね、上の攻撃を使うんですよ。レスラーってこうね、フリースタイルとグレコって2つあって、グレコだと下の、ね、足触っちゃいけないっていうのはルールとしてありますけど、どっちなのかな、宇藤選手はグレコなのかなというふうに、あ、どっちか分かんないけど、でもこの試合を見る限りは結構上目のアタックが多かったですね。テイクとかね、うん、で打撃もね、めちゃくちゃやるんですよ、うん、やるんですけど、ちょっとね癖があって、これ後でちょっと話しますけど、スウェーを、ね、対応するんですよね、はい。でまあ自分が下になっても全然もう積極的にやるし、寝技すごく強いしうまいっていう感じなんですよね、はい。でちょっとこうそれを踏まえて、試合を見ていきたいと思います。でこの立ち上がりからちょっと 見ていただければと思うんですけど、ね、青コーナーが宇藤選手ですよ。秋高選手がデビュー戦ですね。宇藤選手バックボーンがレスリングらしくて、はい、ちびっこレスリングから高校レスリングで進学したらしい。レスリングで進学って、ね、なんか構えはレスリングっぽくないけど、うん、これなんですよ。レスラーの人ってレスリングがこう右サウスポースタイルだ、右前のサウスポースタイルだから、 MMA に来た時に、手が右利きなんだけどサウスポースタイルっていう選手は多いんですよ、ね、キッド選手とかもそうですけど、宮田選手もそうですね、うん、レスリング出身の選手はそうなることが多いですよね。でこれ今ちょっと立ち上がり30秒程度24秒見てもらいましたけど、ここでさっき僕が挙げたこれですよ、スウェーを対応でね、これ僕結構ね、こう重要視してます、かなり重要視してますね、はい。でこれなんで重要視してるかっていうと、あのね、あれなんですよ、大江選手、あ、ちょっといいっすかこれ、あ あ、ごめんなさいね、どういう順番で話せばいいかなどういう、じゃあ僕が、宇藤選手の対戦相手の大江選手のセコンドだと思って話をさせていただきます、はい。で僕は大江選手のセコンドチームメイトでね、宇藤選手相手にどういう戦略を立てるかっていうと、まあ勝つパターンとして大きく分けて3つあると思うんですよ。突発的な1本、ね、あとは、大きな打撃、あとは徹底的に、ね、組に付き合わずに判定勝ち、この
大きく分けて3つのパターンがあると思うんですね、大江選手の勝ち方としては。で突発的な一本とかっていうのは、まあ、どういうことかっていうと、忍者チョークとか、横三後ろ三角含めた、まあ、カウンターの一本、あるいは、まあカニバサミから足、ヒールとかね、足関節とかね、まあ、そういう突発的な一本ですね。真っ向勝負で寝技やったら多分宇藤選手の方が分があると思うんで、そこは多分大江選手もやろうと思ってないと思うんですよね。はい。で福島選手、ブローズの福島選手と上田正勝選手がパンクラスでやった時に、もう福島選手がタックル絶対こう来るだろうなっていう判断で入らせてから後ろ三角っていう戦略取ってたんですよね。それ一本決まんなかったですけど、あれはねもうさすが中倉さんの戦略だなってちょっと思ったんですけど、もうそれありきで作戦を組んでいくっていうね。いや宇藤選手のレスリングの強さはもう周知の事実なんで、それありきで作戦を組んでいくっていうのはあるかもしれないですね。まあ忍者チョークとか、うん、であとは、まあ、大きな打撃を当てる。で大江選手、まあ、ここは今ちょっと順番前後しちゃうんですけど、大江選手って手足長いからストレートがこう注目されがちなんだけど、フック系の方が僕ね強いパンチ持ってるなって感じてるんですよね。梶原戦もそうだし、前回の奇襲戦、前々回の奇襲戦もそうですね。奇襲選手と戦った時に、結構ね振ってバンバンっていっていったのがあったんで、それは結構ね僕今回あるかなと思うんですよ。で宇藤選手のこのスウェーにこうスウェーするでしょ、こうそれにバンってフックがあったらこれ KO あると思うんですよ。で3つ目、全部付き合わずに切って判定勝ちでね、今までの大江選手の感じだと3つ目全部切って判定勝ちっていうのはこれ一番あり得ると、まあ、取り得る作戦だと思うんですけど、あえて僕は今回大きな打撃当てに行ってほしいなと思ってるんですよね。だこういうもちろんね、僕がこうやって紹介するぐらいなんで、当然戦う当人同士はもうそんなもう織り込み済みで作戦練ってると思うんで、この動画がこの試合に何か影響を与えるってことはないとは思ってますけど、だからもう包み隠さず僕が思ったこと全部言っちゃうんですけど、宇藤選手こう勘がいいから、レスリングの人って勘が良くて打撃もできる人は多いですよね。キッド選手もそうじゃないですか。レスリング出身だけど打撃の方がもうやるみたいな選手もいるぐらいなんで、勘がいいんですよ。戦う戦闘においてのその勘が良くて、なんかこうスウェーでスル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 ってできちゃうんだけど、そこをねうまく大江選手こう使っていくんじゃないかなって、僕がセコンド、大江選手のセコンドだったら間違いなくそこはつくし、バッて見せてスウェーするじゃないですか。したらまずカーフ当たるでしょ、下が残るからそこにカーフ当たるし、あとはまあバッてスウェー刺した後もう一回踏み込んでボンボン、これはねあると思うんですよ。だからね、これ本当に順番前後して申し訳ないんだけど、喋るの下手くそだな。大江選手結構2ラウンドで追いつかれる展開が多かったんですね、今までね。だから1ラウンドから行ってもいいと思うんですよ。でセコンドの秋さんもその辺はもうバッチリやっぱ考えてると思うんで、僕の推測としては例えば1ラウンドの残り1分になったらもうガンガン行っていいよとか、そういう作戦を立ててると思うんですね。で僕はセコンドだったらそうするし、で要するにテイクダウンされてももう問題ない時間帯まで我慢する、でそこまで行ったらもうガンガン前に出てバーンって当てる、これはね作戦としてあると思いますね。
さあ選手かなり出していきます。もうちょっと見てみましょうか。リーチ差が8センチあるんですよね。かなりかなりこういうとこ、こういうとこ、こういうとこですよ。ここで結構だから波平選手もこれハイとか結構蹴ってますけど、パンチも振っていくような感じで追ってったらもうちょっとあれね、あの別の展開だったかもしれないです。で追ってってこれやると嫌がって入ってくるでしょ。そこを膝バーンとかね用意しといてもいいかもしれないです。こっち餌で、こっち餌で膝バーンみたいな、うん、っていうのはあるかもしれないですね。からまあ極端な例言うと本当に宇藤選手としては滝沢健太みたいな選手めちゃくちゃ嫌だと思うんですよ。もう一切もう寝技に一切つきあずに、触れた瞬間にもう逃げるみたいな、そういう選手めちゃくちゃやりづらいと思うんですね。そうだけど大江選手としてはやっぱスタミナの不安があ あるんですよね、2ラウンドね。だからそっちの作戦よりもその残り時間をちゃんと計算して一発当てに行く、振って入ってきたら膝カウンター肘とかね、そういう風のそういった作戦の方が、まあ、今回はフィットしてくるのかなっていう風に思ってますね。もうリーチさんもありますが、それは結構距離感が大事になってくるんですかね。そうですね。いや結構ね宇藤選手もねガンガン打ってくるんですよねこれね。面白い選手結構突っ込んでくんで、うん、うわうまいニータップね、うん、でここが、まあ、あのさっき上のアタックが多いって話しましたけど、ね、この四つがめちゃくちゃうまいんですよ宇藤選手。これ見てもらえると分かるんですけど、ここでレスリング力出るか。ここじゃないですよ、ここじゃないですよ、カメラワークがもうちょっと変わります。この辺、この辺かけていくような感じだったんで、ここ分かります。ここ宇藤選手全く力使ってないですよね。一方波平選手はこれやっぱり防御しなくちゃいけないんで、まあどんどん スタミナ使っていくじゃないですか。宇藤選手こう預けるような感じで全然スタミナ使ってないんですよ。こううまいなと。こうなったら大江選手はめちゃくちゃ嫌だね。大江選手はこれを形は避けたいところだと思うんですよね、はい。でまあ最後はねこれテイクダウンして、ここから全然いけますよ。これね、ここ寝技うまいですよ。ここでね、ここから下から蹴り上げで、蹴り上げで、いいねいいね、でいいね、今入りましたよ。下からの蹴り上げ、そしてまた三角からまた十字もいけるし、っていう ね聞いた、ここから肘っていう、うん、ちょっとね、あの初戦とは思えないですよね。初戦とは思えない。ちょっとやっぱモンスターですよね、ネクストモンスターかなっていうところですね。さあそして、大江選手ですね。大江選手は、大江選手は忙しい、あの BGM つけたり消したりね、そう動画出したり、忙しい忙しい、さあ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 、大江選手、紀州選手とねやりましたよ。フォース15第2試合、ライト級 70.3 キロリミット5分2ラウンドスタートしました。足上げろ、足上げろ、おー、そう、聞こえてる、オーケー、おー、スピーダー、おー、前回、うちの波平コングと大江雄太選手戦ってるんですけど、はい、その時は 65.8 で統一計量だったと思うんですね、はい、でも今回 70.3 なので、まあ、若いのでこう体が大きくなって階級を上げたのかなっていうところですね。大江雄太選手、うん、これ今カーフ蹴りましたけど、でなんかこのステップめちゃくちゃいいなと思うんですよね。これが5分2ラウンドずっと続けば
さっき挙げた勝ちパターン3、一切寝技つき合わずに判定勝ちっていうのもあると思うんですけど、これね2ラウンドね、僕も伝統派でこうピョン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 跳ねて戦うんで、気持ち分かるんですけど、これは2ラウンドとか3ラウンドずっと同じペースで続けるのってしてね、きついっすよね、きつい。だからこれスタミナをどう配分していくか、まあ、もちろんスタミナ面強化してきてると思うんですけど、やっぱね試合になるときついきついから、ここをどう改善してきてるかなっていうのはちょっと気になりますよね。これね、この感じすごい大江選手の良さ出てるところだと思うんですよ、うん、この感じいい、うん、こういう感じで振ったフックとかの方がいいと思うんですよね。そう、でね、この解説で松根先生も、おっしゃってましたけど、これコツコツいらないなと思ったんですね。三角、この後三角下から取って行く時も三角取るのに集中しちゃってよかったのかなって、多分自分でもね、試合終わった後思ったと思うんですけど、もうこういうところももうコツコツとかやらずにもう切るの集中でいいんじゃないかなと思いますね。多分宇藤選手としてもそっちの方がね嫌だと思うんですよね。触れた瞬間にバッて切られてね、どんどんこう入るね、余地をなくされる方が多分宇藤選手は嫌だと思うね。結構ここで受けちゃうんですよね。この離れ際の膝とかすごいあるかなと思いますね。今回次の選手これいいですよね。この感じ5分2ラウンド終わったら大江選手のパターンになるんだな。うわ、いいフック。これですよ、これ。だこれが宇藤選手のスウェーにバチンってあった時に、やっぱ効くっすよね、これはね。ですかね。で、この後三角取るんですよね。三角取るんですよ。ここで三角、ここ早めにタイムしないと、ここほら殴りに行ってるよりもこうパンチって感じですね。おそらくあそこでちょっとここまで入ってると、そうですね、締めに行ってもいいのかなと思いますが、でも頭を引かれないように岸優選手が手を掴んでるわけですね。あ、でも入ってきましたね。ここ抜けちゃうんですよね。ここで抜けちゃうんですよ。抜けましたねっていうね、ここもね、こう宇藤選手相手にどうなるかっていうのは分かんないですけど、なんか飛び道具用意してるかもしれないですね。忍者チョークとか、あ、大江選手忍者チョーク使えたらめっちゃ強いと思うけどな。あんま使わないですかね。僕忍者チョーク、もうストライカーはもうみんな使ってほしいなって思ってるんで。あ、はい。という感じでございました。はい。っていうね、ちょっともう本当に僕の勝手なね、推測でお話ししてますけども。こういうところ見ていただけるとちょっと事前情報としてね、より楽しめるんじゃないかなと思うので、その辺の、2人の癖とかね、やりたいこと苦手なとこね、改善してきてるところとかっていうのを見ていただけると、フレッシュな2人の戦いではあるんですけども、より楽しんでいただけるかなと思います、はい。で、まあ、とりあえず、見どころはこんな感じなんですけど、
大江選手、大江選手いいじゃない、歌っちゃおう、いいじゃない見ました皆さん、え、見てない、嘘でしょ。シュートファンの皆さんなら当然もうあの2人のカラオケ番組は抑えてると思って、わざわざね紹介するまではないからなんて、嘘です。実はね皆さん、あの人知れずあのチャン・リュウ選手と大江選手のカラオケ出場もうあのアーカイブ残ってます、ね、ちょっとあのこの動画の概要欄にあの大江選手がね出たあの回のアーカイブをちょっとあの URL 載せとくんで、ぜひね見てください。もう本当に良かった。あのあえてね、あえて大江くんって呼ばせてもらいますけど、ね、いや大江くんめっちゃ良かったっす。あのこの間のね福岡大会の時にあのご飯屋さん大会終わった後ご飯屋さんでね大江くんとねねあの会ったんですよね。そうで初めてねあの試合以外のところで喋って、すごいいい子ですよね。あの大江くん試合見るって言ったら、ああありがとうございます見ますとか言ってね、あのすごい熱心にね自分の試合を見かして、あここがだったなこうだったなとかってね、あの反省会みたいなね、あの秋さんと一緒にやってたんで、うん、すごいねいい子だなと思って、あれらしいですよ、介護の仕事をしてるらしいですよ。これ例の番組からちょっとねスケッチで持ってこさせてもらいましたけど、介護福祉士をね昼間していて夜練習に来てるということでね、そういう一面も知れてすごい、シュートファンにとってはねすごいねちょっと選手が知れていい番組だなってね思いましたね。普通のカラオケ番組と違ってなんかねやっぱ、ま、この間のカラオケ出場の動画でも言いましたけど、人にねフューチャーする番組なんですよね。うん、なんで、すごいね歌ってるところよりもその 人紹介の方がねすごい多かったですね、うん、でね僕ら配信班ね撮影した試合の映像とかも使っていただいて、わあこれがテレビに流れたのかとかね、あちょっと感慨深かったですけどね。肝心のね歌の方はどうだったかっていうで、ね、結果が出てこないんでちょっとよく分かんなかったんですけど、93点の人は超えられなかったのかな、わかんないけど、なんかね著作権の関係でね多分ね歌のとこカットされてるんですよね。うん、ただ結構紹介の部分が多かったんですけど、うん、すごく良かったですね。まあ今、うん、もう自分から発信する時代ですから、こういう風にどんどんねテレビとかもそうですけど、いろいろこう自分を露出してって売り出していくっていうのはすごいいいことだと思うんですよね。もうすごい感動したっすねマジで。うん、だからもう待ち遠しかったっすよ。歌っちゃおうの歌っちゃおうのページをいつもねチェックしてね、2人の動画早く上がんないかなって思って、見てましたけどね。こうやって一生懸命こうね、露出の機会が少ないと言われる地域でも一生懸命頑張ってる若者がいるんで、そういうところをみんなで盛り上げてというか応援できたらいいですよね。はい、いやー頑張ってほしい。はい、やっぱでも宇藤選手もねこれからプロ2戦目でこれからの選手ですけど、モンスターネクストモンスターですから、このネクストモンスターをね堀口恭司選手がバーって来た時に上田正勝選手が止めたじゃないですか、連勝をパッと判定2対0、
ね、バックチョーク取りかけて止めたじゃないですか。それっす。ここで大江選手が宇藤選手を1個止めとくことによって、今後ね、あの宇藤選手を止めたね、あの勝利を止めた大江選手じゃないですかってなるわけですから、うん、で大江選手今まだ勝ち星恵まれてないですけど、ここでね1個勝つことによってパッて道は開けると思うんですよ。ここは結構重要なね、試合になってくるかなと思います。はい、注目です。はい、ですね。だからこういう何でしょう、フレッシュなカードも、ま、大阪大会めちゃくちゃ試合数多いですよ。めちゃくちゃ試合数多くて、もうマジか頑張んなきゃっていう感じなんですけど、僕ももう本当に前日入りしてもうめちゃくちゃ用意とか しないといけないんですけど、こういうフレッシュなね、カードにも注目してもらえればなと思います。はい、ということで今週末大阪でお会いしましょう。またね、バイバイ。